はいどうも、ロキヤマトです。今回は極ゾラージャ討滅戦の解説をしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。アクチュアライズ、最初は全体範囲攻撃から始まります。全体軽減を入れてスタートしましょう。マルチウェイ、十字に AOE が発生し、その後十字とトゲが出ているエリアから直線範囲攻撃が発動します。アンチの関係で殴れなくなる場合がありますが、欲張らずに回避を優先しましょう。フォワードはバックワードルーズハーフ、ボスの栄翔と剣を見てアンチに移動します。マルチウェイのアンチ内で処理をしましょう。フォワードの場合は前方の剣が光っている側がアンチになります。逆にバックワードの場合は後方の剣が光っていない側がアンチになります。ここを逆なので気をつけて覚えておきましょう。またフォワードとバックワードはボスのターゲットサークル内は必ずダメージエリアになるので、それを見越して回避をするようにしましょう。マルチウェイとレジサイド、ランダム2名に線がつくのでタンクがその線を取り強攻撃を処理します。範囲なので味方に当てない位置に移動して処理をしましょう。ここ要軽減です。線の受け渡しをスムーズにできるように他の人は固まって動かないようにしましょう。ドーンエイジ、全体範囲攻撃とフィールドが変化します。エッジザボルク、外周4箇所のフィールドに剣が落下します。とりあえず外周2箇所を視認できるようにしておきましょう。シンクロナスとルーズハーフ、栄翔完了すると外周4箇所のうち2箇所のエリアが光り、光ったエリアの剣が中央のフィールドに発生します。視認法としては中央の4マスが空いているか、または角がアンチかなどで確認しましょう。同時にルーズハーフの反面攻撃を確認し回避をしましょう。苦手な人は得意そうな人についていくのもありかと思います。エンチャントゲートウェイ&サモンエッジ、北東と北西の2箇所の外周に炎と風の線が出現します。今回はとりあえず炎の場合を見ていきましょう。炎の場合、攻撃地点のラインとさらに隣接するラインの3ラインが攻撃の被弾ラインになります。今回は画像でいうとこんな感じになっています。アンチは一番手前ですね。残された1列のアンチ内で通常の剣を回避していきます。なるべく早く炎と風のアンチを見つけることで通常の剣の回避先を見つけるまでの猶予ができるかと思います。剣の処理後に全員に黄色マーカーが付与されます。1人1マスで処理をしましょう。重なったら即死します。私たちは近接とタンクは遠くへ、ヒーラーと遠隔は近場などでざっくりと決めて3回していました。アンチがランダムなのでここはざっくりと3回しましょう。次に風の場合です。到達ラインから1列分のノックバックが発生します。2列アンチがある側の前列で待機してノックバックをしましょう。ノックバック先で剣のアンチを探します。ここノックバック無効化もできるので、最悪着弾地点以外で無効化すれば通常の剣だけを処理すれば OK になります。ここも先に炎と風のアンチに移動しておくことで通常の剣をじっくりと観察することができます。今回ね、私だいぶうろちょろして最終的にピクミンをしています。こんな感じでもう回避ができるので落ち着いて観察していきましょう。黄色マーカーは前述したようにアンチが複数あるため3回位置を決めるのが難しいです。近接組は遠く、遠隔組は近くなど、その程度の決め事だけしておくと事故が減るかと思います。黄色のマーカーの処理が終わったらアクチュアライズで全体範囲攻撃、フィールドが元に戻ります。プロジェクションエッジ、フィールドに多数の剣が出現します。そして東西から円形とドーナツのマーカーが出現。
外周から円形とドーナツマーカーが東西入れ替わるように移動してきます。フィールドの剣の位置で AOE が発動します。ドーナツ範囲は剣の中で回避、円形範囲は剣と剣の間で回避をしましょう。フォワードはバックワードルーズハーフ、序盤に使用してきた技です。注意したいのはボスの向きがランダムに変わるので、ボスの向きが確定してからアンチを探して移動しましょう。剣の範囲はターゲットサークル外がアンチになるので、ボスの炎症を確認したらタゲサガイの剣が刺さっている場所を目安に移動するとアンチが見つけやすくなります。これ思っている以上に範囲が前後しっかりと分かれてきます。バックの場合はタゲサの後ろの方、フォワードの場合はかなり前方になるので注意しましょう。かなりここ被弾率が多いので回避手順を見ていきましょう。まずはドーナツ範囲内で回避をしながらボスの向きと栄翔を確認しましょう。そして前か後ろかを確認したら前方か後方側へ一旦移動します。ここ少し迷っていますね、まだ悩んでいます。で、今確認をしたらタゲサガイにあるアンチの剣のマーク付近に移動して回避をしましょう。剣の範囲の後ドーナツ範囲か円形範囲が着弾します。しっかりと範囲を見てアンチに移動しておきましょう。プロジェクションバースト、北側から頭割りのラインが南下してきます。さらに全員に頭割り強制発動デバフが付与されます。時間内にラインに触れて頭割りを発動しデバフを消していきます。これ8人順番に処理をしていきます。ヒーラー、遠隔 DPS、 近接 DPS、 タンクの順番で合計8回処理をしています。この時 MT は方向指定やボスに殴られている問題もあるので頭割りには参加していません。ここパーティーで相談して処理をしてください。頭割りに被弾すると数秒間暇砲ダメージ低下デバフがつきます。しっかりとデバフが消えたのを確認してから当たるようにしましょう。ビターウィンド、ヘイト1位へ3回連続の強攻撃です。被弾すると耐性低下デバフが付与されるので2回目のみスイッチをして ST が受けて処理をします。ですが面倒なのでここは無敵受けで処理をしています。ドーンエイジ、全体範囲攻撃とフィールドが変化します。2回目のフィールド変化後はすぐに外周1箇所にフィールドが出現します。次のギミックに備えて出現したエリア側に移動をしておきましょう。ノックオブボロク、タンク平か DPS の4名にベアマーカーが付与されます。今回は DPS についています。対象者は1列に並んで1ペア1マスで処理をしていきます。この時マーカーなし組は後方のマップにノックバックします。ノックバック時変な方向に飛ばないように相方との位置をしっかりと調整しましょう。マーカーありのパターンも見ておきましょう。マーカー対象者は他の人を巻き込まないよう自分の列の中央ら辺で待機をします。マーカーなしの人は相方からノックバックが発生するのでしっかりと真後ろのエリアに飛べるように調整をしましょう。エッジザボロク、フィールドに剣が落下します。分かれた2箇所に各1本ずつ落ちてきます。その後両フィールドに AOE が発生します。パターンは大きく分けて2種のみですが必ず前方のどちらかはアンチになります。同じ列に剣が出たパターンは剣がない側の前列に移動して回避をします。今度は対角に剣が出たパターンです。これも簡単で前列に出ている場合は隣に移動して回避をするだけです。両方とも必ず前列で処理をするようにしましょう。
処理中に黄色のマーカーが発動します。1人1マスで処理をしましょう。 DPS は前方に近接、後方に遠隔、タンクヒーラーは前方にヒラ、後方にタンクを配置しています。3回は必ずマクロを見るようにしましょう。フォワードはバックワードルーズハーフ、ボスの向きと詠唱を確認します。アンチじゃない組は風に乗って反対側まで移動します。この時まっすぐ風に入らないと斜めに飛んで落下死するので注意しましょう。アンチ側のパターンも見ておきましょう。ここは普通にやることがないのでアンチに移動して処理をしていきます。デューティエッジ、4連続の直線頭割り攻撃です。1回被弾するごとに暇砲ダメージ増加デバフが付与されます。しっかりと軽減を入れて対処していきましょう。炎の鎖、全員が鎖でつながります。つながるまで集合しておきましょう。詠唱が終わって鎖デバフがついてから先ほど飛ばなかった組が風に乗って反対側へ移動します。風を使わない組もしっかりと外周まで離れて処理をしましょう。ここも風に乗る角度に本当に注意しましょう。アクチュアライズ、全体範囲攻撃でフィールドが元に戻ります。プロジェクションエッジ、処理法は1回目と同様です。ドーナツ範囲は剣の中で回避、円形範囲は剣と剣の間で回避をしましょう。2回目はルーズハーフサーキットが追加、ボスの剣が光っている方半分とボスの周りを回る剣がある側に AOE が発生します。まずはいつも通り AOE を処理していきます。そしてボスの剣が光った側を確認してアンチの方へ移動していきます。次にボスの周りの剣を確認しましょう。ボスの剣がタゲサの内側にある場合はタゲサ外がアンチになります。しっかりとアンチに移動して AOE も回避しましょう。別のパターンも見ておきましょう。まずは通常通り回避をしながらボスが持っている剣の向きを確認します。剣のアンチ側に移動したら最後にドーナツ範囲か円形範囲かを確認します。今回はボスのタゲサ外側に剣があるのでタゲサの内側がアンチになっています。レジサイド、剣の回避後線が2本出現しタンクが線を取って強攻撃を受けます。タンクはお互いが線を取るのを確認してから3回しましょう。他の人は着弾までなるべく動かないようにしましょう。ここ他のロールが線を取ったり動いて範囲に当たったり割と事故が多いので気をつけましょう。プロジェクションバースト2回目、1回目と同様に順番に頭割りを発動させて処理をしていきます。途中ルーズハーフを数回詠唱します。反面攻撃なのでボスの向きを確認しながら回避、そして頭割りを処理していきましょう。ここデバフが解除されたらすぐ当たるわけでもなく割と猶予があるのでしっかりと回復をもらってから頭割りをするようにしましょう。プロジェクションバーストが終わるとビターウィンド2回目が着弾します。ヘイト1位へ3回連続攻撃です。戦士以外は無敵がないため事前にスイッチしておくか2回目のみ ST が受けて対処をしましょう。ドーンエイジ、全体範囲攻撃とフィールドが変化します。エッジザブロックとシンクロナス、そして黄色マーカー、剣の処理中に黄色マーカーが出現します。剣の AOE が着弾したら3回して処理をしましょう。完全にここは空気読みですがヒーラーだけ死んだら困るのであまり動かさないようにしましょう。ここで倒してしまっていますがあとは見たことのあるギミックのみになります。以上で極ゾラージャ討滅戦の解説を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録まだの方最後にポチッとお願いします。それではまた別の動画や配信でお会いいたしましょう。